旅行ね、でも偉いよね、こんな調べてね。ネットからだもん。でももうちょっと軽く答えるよ。うん、いいよ。笑いで。だからこういう話だからさ、うん。ネット載ってて最近見たんだ。Hello, everyone. How are you? ママヒロの時間です。今日も1時間私、モナにお付き合いください。このプログラムは子育て真っ最中の新米ママさんやパパさん、これからママになるパパになる皆様やベテラン主婦の皆様への情報提供の場として放送しております。ご意見やご感想のある方は fm792@fm-nirai.jp までメッセージをよろしくお願いします。さてさて、今日のメニューです。白い家フェローチャーチより獣医の横田玲子先生を迎えして、犬猫これ本当をテーマにトークしていきますそしてラジオ機の皆様へのミュージックブレイクはサム・スミス CD から Money on my mind をお届けいたします。そして映像をご覧の皆様にはゲストと私のおしゃべりにお付き合いください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。今日は犬猫これ本当をテーマにトークしていきます。はい、はい、なんかね、いろいろなネットから、はいはいはい、本当か嘘かっていうのを全部拾ってきましたけど、ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはじめに猫の寿命についてなんですけどね、うん、こうネットにね、日本長寿猫歴代ナンバーワンが36歳。すごいですね。ヨモコってヨモコ餌がね、残飯なんだって。猫まんまが大好きらしくてですね。で、外国での長寿猫歴代ナンバーワンが38歳がいるんだって。へー。クレームのパフパフが大好き。クリームって名前で、あ、クリームかこれ。自力使ってると思う、これ。クリームパフだと思う、これ。現在ので、外国長寿猫が現在ね、うん、24歳で、ポッピーって。すごいですね。で、餌が缶詰。へぇ。ビスケット、ケンタッキーのチキンって。だから、ね、動物病院とかで、おすすめしてないので、うんね、食べてて長生きしてるみたいだから。ね、うん、ねのフィッシュとかチップスも好きなんですって。ケバブの肉とか。結局これ見てると、うん、あの飼い主さんが好きなものってことでしょ、多分。ですよね。ですよね。猫ケンタッキー買いに行かないし。そうだね。行ったら面白いね。首になんかこう袋つけてさ。くださいとかね。よくね、犬はあるじゃないですか。うん、あのお使い猫ね。猫ね、あ、お使い犬ね、うん。猫はちょっと無理かなと思うんですけど、ね。いや、猫はちょっとどうだろう。気ままに自分で行きたいところにしか行かないから。ねお使い目的地には何日も、ね、何日もかけて、ねうん、勝ったとしても帰りが何日なのか分かんないね。そうそうそう、途中で捨てたりとかするからね。そうそう、ちょっと無理でしょ。でね、この猫がね、うん、よく歩いてたくさん食べるんだけど、はい、太らないんです。へえ、うん。私でもね、思うんですよ、うん、このね、やっぱ何を食べるかじゃなくて、うん、やっぱ生まれ持ったね、うん、寿命じゃないかなってやっぱ思いますよ。あ、そうか、寿命ね、うんうんうん、だっていろんな子たち、私もいろんなね、猫たち、うんうん、犬たち接触してきたんだけど、すごく飼い主さんがケアして、うんうん、良いフードを食べさせて、うん、もう本当にね、もう今のとこ出てるやつで一番いいって、そして一番いい環境の中にいるからといって長生きとはやっぱ限らないんですよ。でここであった、まあ、本当にこんだけ生きたのかどうか私にはちょっと分かんない。普通は、うん、普通は寿命大体15年ぐらいですからね。私がね一番見たの長生きので22、3歳がいたかな、のワンちゃん、うんうん、でも36とか38っていうと、ね、飼い主さんの方もカウントできたのかどうか分かんないような気もするけども、ね、そうだよね。ですよね。でもそんな子たち何食べてかったらね、うん、餌は残飯であったり、そうそうそう、猫ママってご飯に鰹節かけてるんですよね。そうそうそう、うん、あれって動物病院で推奨しないですよ。そう、だって鰹節は、うん、ちょっとね、結石症、リンが多いので尿石症になりやすいんですよ。だから鰹節をいっぱい振りかけてあげてる人たちの飼っている猫たちはやっぱ結石症になるから、鰹節はちょっと避けてくださいとか、赤身のお魚避けてねってやっぱりアドバイスするんですよ。そういうね、病気にならないようにって。でもそれが好物で主食で食べてて、ね、
36歳でしょ、よもこちゃん。よもこちゃん、うーん、すごいね。すごいですね。だからやっぱり持って生まれた、生まれるのに時があり、死ぬのに時があり、神様が本当にくださった時があるのかなと思いますけど ね、まあ、それぞれにね、あるんでしょうね、やっぱりね。ね、面白いですね。ということでね、やっぱりこのさっきの24歳ポピーちゃん、うん、はい、まあ、もうすでにね、視力と聴力を失っているっていう、うん、でもこれだけ生きてるから、まあそれなりに。でも耳は本当に悪くなりますよ、目も。目はもうもちろん白内障が出てきたりするんですけど、耳もね、かなりだんだん、やっぱ聴力ね、高いっていうけども、うん、かなり落ちてくるのと、うんうんうん、まあ、耳が落ちてるのか意識が遠のいてるのかわからないんだけどまあ、いわゆるボケてるのかっていうか、そうそう、まあ、そばに来てね、急に触れたらわーってびっくりして飛び上がったりとかするじゃないですか。でも私ね、一匹、この見てた患者さんで、うん、もうすごくやっぱ耳がいいから、うん、花火とか、あ、はい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 、もうそういう工事が、うん、音があったり、運動会でバンとかなんかあったりとかすると、うん、そのたんびにね、びっくりして、うん、お家から飛び出したり、鎖をもうちぎってったり、もう大変な騒ぎになる子がいたんですよ。でも年を取ってくると耳が遠くなるもんだから、全部何が起こっても穏やかに暮らすようになって帰って良くなってましたけどね。家の子はちょっと困りますね。そうそうそう、それなりに、あの、ね、適応していくと面白いね。うん、でね、なんかね、三毛猫のオスって珍しいんですか。はいはい、なんかここにもあるんですけど、三毛猫のオスが生まれる確率は3万匹に 1匹。そう、私はまだ三毛猫のオスは会ったことないです。そうなんですね、うん、へえ、なんかすごい縁起がいいって言われてるけどね。まあ、そんだけ珍しいから。か、ただ三毛猫のオスっていうのは、うん、あの、この3つの色が出るでしょ、うんうん、それは遺伝子 あのちょっとしたあのミスというかね、うんうん、ちょっと違うんですよ、うんうんうん、だから三毛猫のオスから次には子供はできない、うん、そうなんだ。そう、うん、XXY で3つあるんだったんじゃないかな、精神色体が多分。うん、普通は三毛猫に、三毛猫でその色が出るやつはもう死んじゃうんですね、うん、だから生まれてこないんですよ、うんうんうん、そうそうそう、だから珍しいの。だから珍しいの、うん、でも次には次の子供を産むかっていうとそれはできないので。でもなんかそれをそれも持っている猫もいたとかいう話もありますけどね。まあ、どうでしょうか、都市伝説というか、ね、どうでしょうかね。高いって高いんですか。高いみたいですよ。なんか漁師かなんかの人たちが欲しがるとか聞いたことありますけど、海の安全かなんかとか言って買うとか聞いたことありますけど、まあ、実際どうなのかは分かりません、ね、なんかあのほら、まずいないので。招き猫、はい、もう三毛猫っぽいのが前は最初だったけどね。でだんだん変わっていった、うん、らしいですよ。なんかそれがとってもなんていうの、運がいいって縁起がいいってことでそれをモデルにしたって話もちらほら。あ、そうなんですか、うん、それが変わっていったみたいですけどね。みんないろいろですね。まあ、一応都市伝説ですからね、うん、本当こそか分かんないんですけどね。そうね。で次に先ほどから話が出てましたけど、はいはい、この猫の視力と聴力、うん、収穫っていうんですか、これ。そうですね、鼻、匂い、うん、そうですね、オキシムス。猫って目変わりって聞きますが本当どうでしょうね。私目いいような気がするんだけど、うん、だって本当にいろんなちっちゃなものをパシャ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 って一生懸命追いかけていったりとか ね、うん、ね、うんうん、光をこうやってピピってやるとそこを追いかけてやるじゃないですか、うん、だからまあね、そうなんだよね。まあ、夜とかは、まあ、犬も猫もやっぱ目、本当に暗いところで、うん、犬とか猫とか見たら目がグリーンにピカッて光ったりとかするでしょ、目の構造が私たちと違うんですよ、うん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 、だから夜行性なので、うん、そこでよく見えるようにはなってますよ。夜暗いところでは 5,6 倍っていう、ね、そうそうそう、あるんですけど、うん、ね、でも日中はどうなんでしょうかね。まあ悪いっては言いますよ ね、うん、なんかねよく犬とかもね、近視で、うんうん、乱視で、 そして色盲でっていうんですけど、信号が多いかなんとかね。そう、でもね、私それどうやって調べたのかなって思うのと、ね、フリスピー犬っているじゃないですか、あれよく捕まえますよね、突っ走って。そう、私フリスピー、うん、取れないでしょ、取れない人間ができないのにね。あんなずっと遠くから飛んできて、うん、そしてあれを耳と鼻だけで聞くのかなって思うと不思議だなと思うので、本当に目があんまり見えないのかどうかはちょっと分かんないですけどね。まあ、またそういうのはそういうまた なんて獲物を取る愛じゃないの、もしかして。動体視力は高いとは言ってますよね、うん、だから何かがこうやって動いてるものを追っていくのはやっぱりいいんでしょうね。だって獲物をシューティングしたらそれを取りに行きますもんね。もうだからそれは自然に生まれ持ったものなのかなと思うんですけど、ね、その
種類とかによるんでしょうかね。ただね、うん、なんか小さい目の前のものがあまり見えないらしいですよね。こうこう至近距離っていうのこう目の前のこう何か置かれると、だから例えば、ま、なんておもちゃとか置いてもなんか意味がわからんからこう触るという。ああそうなんですか。らしいですよ。へえ知らなかった、うん、だからしょっちゅうこうやってカカカカって遊んでるんだ、うんうん、なんか近いのがあんまりはっきり見えないっていう感じなんですね。へー、うん、そうなんだ、ね、うん、動体視力はもうすごいですよもちろんね、うん、動体視力はねやっぱりすごいですよね、うん、だからこの一つのものをこう小さくいものをこう一つの焦点にこう合わせることができないっていう話を聞きましたね。あ、うん、で次にこの収穫、はい、花、うん、よくね鍋に入ったおかずとかね蓋閉めといても棚とかに隠しててもこう開けて食べるやつもいますよね。すごいですよねこの花の力って。収穫はすごいですよ、うんうんうん、もう本当にこのねいろんな麻薬犬とかにも使ったりもするぐらいに、うんうんうん、やっぱ花っていうのもいろんなので何この匂いをシールドしても、うん、それでもやっぱり嗅いで見分けていくのでねやっぱすごい収穫ですよね。だからなんか犬と猫ってどちらが強いのかな。犬じゃないかな。猫はそこまで鼻強いとはあまり思わないですよ。うん、やっぱり猫ももちろん私たちよりは強いかもしれないけど、だけど多分ね好みの匂いとかがちょっと違うのかなと思うでしょうね。のと、うん、猫のあれ見たことありますか、うん、フレーメン現象っていうんだったっけ。猫って臭いのが好きなの。ね足とか、あなんか聞いたことありますね、靴下とか臭くなったやつ、ね、そう必ず匂い嗅ぎに来て、うん、そしてその後にもう大変だみたいな顔をねするんですよ。うーん、でも必ず匂い嗅ぎに来るのよね。なんか聞いたことは臭いのが好き。そうそうそう、まあ、本当は好きなのかどうかわからないんですけどね、うんうん、そうだから猫は匂いいろんなの嗅いでもそんなに役は立たないけど、うんうん、犬の場合は本当に収穫がものすごく長けているので、うんうん、それを通していろんなね、人の役に立てるように改良したりという、うんうん、改良っていうかトレーニングを入れたりとかしてますよね。うん、やっぱり好みの違いはあるのかな。食べ物ハンティングの種類も違うのでねちょっとね猫とはね。ねでは猫は基本的に誰かのために役に立とうと思ってないんじゃないですか。ね、逆ですからね誰かにやってもらおうだからね。そうね、モナさん犬派でしょ、うん、私結構猫好きなのよ。そうなんだ。観察してるとやっぱり、我が道を行くなので、うん、面白いですよ、うん、だから本当にこれ検査して検査が合ってるのかどうか、うん、この猫が正しく検査に反応してるかどうか、うん、分からないんじゃないかなと思いますよ。あ、うん、犬の場合はね結構ちゃんとした反応を出してくるので、うんうん、もしかしたらその確率なんていうのかな本当に見えるとか見えないとか、うんうん、そういうのを調べたのが合ってるのかもしれないけど、うん、どうなんでしょうね。どうやって調べたのか私も調べ方ちょっとわからないので、ね、なんかねサングラスでもかけさせてそんなことないか ゴーグルでもつけさせてかわからないんですよ。、まあね、とにかくあの、うん、猫と犬はどうしてももともと同じだったっていう噂もあれば違う、ね、動物だったって話もあるし、うん、違うと思いますよもともと猫は猫犬は犬です。それで分かれていってみたいな話もあるけど、うん、まあ、どっちにしろ性質的なものは違うからね、まあ、全然違います ね、うんうん、で次は聴覚について。はい、人には聞こえない高音がよく聞こえ猫の五感で一番優れていると聞きますか。猫はねあんまりね分からないんですよね正直言って。猫は都合の悪い時はやっぱ知らんぷりするし読んでも聞かないし、だけど耳だけがピクって動いてるんですよね、後ろ向いて、そうそう、アンテナは張ってるけど彼らは聞こえてるから全部に反応するんじゃないような気がするんですよね。ただ、まあ、どうなのかな、まあ聞こえてるけどだから何って、でも自分の好きな感じのね音だったら行ってみようかなみたいな、缶詰を開けるパシッっていう音とかだったらどっからでもなんか聞きつけるとかみたいなね。そうね、うん、ネズミがカサカサもすぐ入られる、ね、そう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 、うん、そういうのに関しては行くけれども、どんなに大きな音を近くで立てていても、うんうん、寝るときは寝てますよ猫ちゃん。猫は、うんうん、犬はいちいちびっくりしたりとか、ね、起きますね、起きますし、なんかいちいち反応するけど、猫はいや今眠いから、あじゃああなた方は何かしたいんであれば勝手にやっててちょうだい、我関せず耳だけちょっと、あこれかと思って、そうそうそう、まあ聞くけどまあいいかと思って、そういう感じがしますけどね。どうでしょうか。だからね、うちの犬の話なんですけど、うん、はい、今みたいなこの風が強いと、うん、変な吠え方するんですね。
で台風がもう発生すると吠え方が違うんです、うん、もう違いますよね、うんうんうん、すぐ分かるんですよ、あのテレビに乗る前から、あすごいすごいすごい、どこどこであの発生しましたっていう中、うんうん、もう声がおかしいのね、こいつすごい聞こえてるんだね、あれ聞こえてますよ、あの雷の前とかも前からみんなちょっと動作がおかしくなってきたりとか、私たちに聞こえない周波数が聞こえるので、うんうん、多分そのあの何低周波なのか高周波なのか分かんないけど、そういうので変わってるんじゃないでしょうかね、うんうん、犬のしつけのあの超音波分かります、持ってます、あれ自分の耳にやったことある、うんうんうん、私もあれやってもそんなに響かないんだけど、あれあれで痛がる人いますよ、あそうなんですね、そうそうそう、だから結構あのねキーンって感じのやつが出てるのかな、うん、でも全然私たちに聞こえないけど犬にやると本当にうーって嫌がってね、うん、やりますよね、うん、最初のしつけの時歩かすこうあるウォーキングの練習させる時ね、ほら、はい、大体使うじゃないですかね、キーキー、あそうなんだよ、モナ、うん、さんとか大きいからね、そうなんですよ、もうあの本人はねあの、うん、別に暴れてるつもりじゃなくてじゃれてるつもりが大きいので怖いんですよ、ね、そうですよね、で話戻しますけど、うん、はい、戻りましょう、2015年4月頃、はい、中国人のジア・ウェイナン、ウェイナンさんの飼い猫が赤ちゃんを産んだそうですが、まあね、はい、これ本当かこれも都市伝説として聞いてください、はいはい、その中の1匹がどうも猫ではなくチワワらしいというニュースがあったそうです、何それ、なんかチワワ、ネットでも写真載ってましたよ、うん、全くチワワ、この何匹かの中にいるのよね、うん、そうそう、それ以外にも調べてみたらね、旧ソビエト連邦のもうこの国でもね、うん、なんか1991年独立したグルシア、ジョージアっていう東部の村にも一匹の母猫がこういうのを産んだっていうのがあったし、うん、はい、2004年はカンボジア、うん、10歳の犬が灰色のブチ猫の産んだとか、まあいろいろいっぱいあるんですよ、意外と探したら、それって可能ですかね、可能じゃないと思いますよだからこれ本当にもしその犬が、うん、猫から犬が生まれるんだったら、すべての法則は何だったのになりますよ、うん、まず、ねえねえねえ。だからまず生まれませんよ。うんうん、ただ掛け合わせで生まれるあの種類もありますよ。例えば、うん、馬とロバ、ラバだったっけ、うんうん、そういうのの掛け合わせとかはあるけれども、うんうん、でもそういうのはやっぱりルールに反してるのね。やっぱ種は種で交配していかないといけないから。だから次に。あの子供は絶対生まれないんですよ、うん、そこで生まれた子供はもう生殖能力がないんですね、うん、そして猫が犬を産むことはもう全く生き物が違うのでありません、うん、だからね、うん、けどただチワワらしいというニュースで、うん、に奇形とかで形がそのような風に見える顔がね、うんうんうん、猫でしょ、うん、で大きさチワワだったら同じぐらいの大きさになるじゃないですか、うんうん、だから形とかがそういう感じに見えたというのはあるかもしれないですよ、うん、まあ、似てるってだけ、似てるっていうだけと、まあどっかの村とかだからどっかから子犬とかそのまま一緒に来てしまったとか、うん、なんかはあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、どちらの国もちょっと信憑性に欠けるなんかね、そういう感じがするので、うん、だからある一箇所の国ではね、どこだったかちょっと忘れたんですけど、もう絶対違うって科学者が反論して徹底的に調べたら違うかったっていうことが出ましたけど、ね、絶対違うと思いますよ、だから元々からこれあれが違うのにっていうことで、そう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 、あったらしいんですけどね、うんうん、でこれももうにわかにこう写真があちこち流れてて、チワワの犬猫どっちか分かんないけど、まあ流れててどうだこれはっていうのが、ね、でもネットの世界は怖いですよ、何でもできるから、うん、だからね、うん、だからもう実際にね、うん、見てる普通のをちゃんと見るようにしましょう、本当だね、はい、名前のものを信じた方がいいかもしれない、そうですよ、ところね、全然違うんですけど、うん、一緒に入る、はい、一緒に風呂に入る猫がいるんですって、珍しい、ね、猫って水嫌いかなと思ったんですけど、猫嫌いですよ水、ね、だからトリミングでも猫が来ると大変ですよ、うん、猫のねシャワー入れるカゴみたいなのがあるんですよ、へ、どんなして、これはまあ、あの普通暴れない猫だったら使わないけど、うん、まあ、そこがあるじゃないですか、うんうんうん、そしてここにあの金網というかね、フェンスみたいなのでこうやってハンドームみたいな感じになるんですよ、うんうん、であまり広くなく、うん、猫の体が一個入る部分ぐらいになって、うんうん、だから猫はそこの中で動けなく、まあ、猫背のままで立てるぐらいになってそしてシャワーかけて横とかからも全部手は入って洗えるようになってる、だからそういうのが開発されるぐらいなので、うん、猫入れるのでは皆さん苦労してると思うんですよ、お風呂に入れるには、うん、だから猫でお風呂入るのが好きっていう子は非常に珍しいと思います。猫は ね、あのお水たまりとかが何かあったりしても
手足がねちょっとついただけでも、うん、一瞬にハッてびっくりして手を上げて、うん、ピシ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 ってやっていったりとか、うん、そして体をしょっちゅう舐めてきれいにしてるじゃないですか、うん、だから猫はそんなにやっぱり水に浸かるの好きじゃないと思いますよ、うん、これたま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 この子がやっぱり性格それぞれあるので、うんうんうん、でもねあのお風呂に入るのは好きじゃないけど、うん、水たまりのとことかお湯が流れお湯っていうかね、うん、あの少しぬるまでね流れて、うん、の水を飲むのは大好きなんですよ。うーんだから結構お風呂場に行って、うん、お風呂をためようとしてその水を飲んでたりとか、うん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 、あのちょっとね蛇口があれで止まらなかったりしたら、うん、そこで飲む子たちはいっぱいいますよ。うーんでも内地にいるときはねあの冬になったらやっぱお湯ためたり沸かしたりするでしょ、うんうんうん、たまにそこに落ちてねやけどした子が来てたのつらかった。ただじゃ あ,、うん、あのいわゆるこう飲んだり一部が濡れるのはいいんだけど口とかは体はやってことなんですね、うん、でも口濡れてもちゃんと綺麗にあの顔洗ってるじゃないですか拭くわけで、ね、そう、うん、猫はほとんどあの普通のショートな毛のショートの子はもう一生お風呂入らなくても大丈夫です。うん、うん、匂いっていうのないのかね。ないあんまりあの皮膚病とかがなければ、うんまあまあね、普通にしてればもうそれよりも何よりもずっと毛づくろいして、うん、ずっと綺麗にして、ね、そう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 、うん、人間もじゃ毎日拭いたら大丈夫かな。ダメじゃないですか猫、うん、はこのよく夜行性ってねさっき話してたんですけど、うんうんうん、言われてますけど、はい、明け方とか夕方になんかすごい活動的になるって聞きますよね、うん、猫は犬に比べたら。まずそうですねやっぱりハンティングじゃないですか。ああそうかそうか、うんうん、もともとはやっぱりねそういうところでネズミとか取ったりネズミも夜行性だし、うんうん、いろんなのそういうの取って食べるから。さっきあの年寄りの、ね、猫何ちゃんだったっけヨモコちゃんでした、うん、あの残飯と猫まんまって言ったじゃなくて昔の猫ってみんなそうでしたよね。そうそうそうですね。ですよね。綺麗なねドッグフードキャットフードをあげる猫はいなかったでしょ。なかなかないですね。でしょ。でもあのやっぱりしっかり生きてたじゃないですか、うんうんうん、それなんでかっていうとやっぱそういう自分でハンティングしてそしてそこの中でどう考えてもやっぱり鰹節とご飯とかだけでは栄養足りないんですよいろんなもの、うん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 、でもちゃんとハンティングしてフレッシュな、うんうん、あのいろんな栄養素がと完全に入ってる ね、完全体をね食べてる。それでやっぱりあの元気を保ってたと思うので、うんうん、もしかしたらさっきのヨモコちゃんも、うん、あのねかなり昔の猫ちゃんだったかもしれないですね。ヌーシニアベーナイより隠れて発見して、あのもう年取ってるみたいだけどその時だけ急にピシッってできてたかもしれないですよ。普段はイエーってやってるけどその時だけピシッって目の前も変わってもうみんなの私たちが寝てる時にねすごい強い力を出してたかもしれないいけーみたいな感じですね。で、うん、猫ってほら雨の日ってもね雨がこう水が苦手ということで、うんうんうん、雨の日もねおとなしくしてますよねやっぱりね。してます、ね、お家の中にいるよね、うん、ほとんどね、うんもう嫌だなって感じでね、なんかね、うん、やっぱりね、やっぱりそこだと思うんですよね、うん、犬はまた雨降ると喜ぶし、うん、大雨じゃない限りはね。犬は結構水好きですよね、うんうん、泳ぎます口待って待ってますよ。あ、本当口待って、開けて待ってますよね、うん、海とか連れてきます。そんな時間が私が取れなくてね。ですよね。ただあのこうホースで遊ばしたりはします。水かけたりで遊ばしますけどね。喜ぶでしょ。喜ぶけどあと喧嘩しますよ水と。なんで水 と, あ水と喧嘩ね。そうそうそうやる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 、うん、噛む一生懸命ね噛むと思って噛むでしょ。そうそうそう。あとバカなのって言いながら水で、ね、やるやるやるあれもおかしいですよね、うん、もう猫はそんなことできないから ねかけたらずっと走ってから、ね、猫やる顔で見てますよね。水がこうやってる時は、ね、そうそうそう人が水かけた時はもう逃げる準備してますからね。本当にもう全然あの性質が違うし、うん、体質も違うし そ, うそれがねもし子供ができたら面白いですよね。マジな話でこれで子供できたらねどっちに出るのかね。どっちでしょうね。まあできないけど ねそしたらもう大変だね。ペットショップね。どっちもあのあれじゃない。いいとこ取ればいいけど名前をどうすればいいんだろうね。うん犬猫みたいなねえいろんな種類があって、はいうん、また猫の鳴き声でもなんか絶対喋ったとかねよく言うじゃないですか、うん、あれはだからね本当にねその飼い主さんの想像力だと思いますよどう考えてもご飯って言ってるってうちの子ご飯って言うんですふわーんとか言ってだから全然ご飯って言ってないけどと思うけどでも飼い主さんの想像力が豊かなんだなと思いますけどね。まあ喋ることはねしないですけどでもみんなが言ってるのを音を真似しようとかいうのはあるのかもしれないですね。ジャンプ力ってどのぐらいありますか猫って。猫あのね山猫がいるでしょ前に聞いたんだけどあの7メーター飛ぶって7メーター飛ぶあの山猫ぐらいの
は本当にあの宝刺し歯とかがいるじゃないですか、うんうんうん、飛んできたらそれをこの木があるでしょ、うん、ババババババって木のとこ走ってってそこからバーンって取って、うん、へー取るらしいですよ。すごい7メーターだから何階2階3階ぐらい2階3階ぐらい、そうだから3階から落ちると、うん、にゃんぱらりってなんかタイミングが綺麗にいってなんか怪我をしないっていうデータが昔ありましたけどね、うんうん、2階から落ちると怪我をするけど3階から落ちると怪我まあこれもね、なんかデータにあったか本当かなとか思いながら回るタイミング回る長さちょうどこれちょうどタイミング的にあるのかなって計算してねえ分かんないけどそれくらいは飛べるのでってこれはあのヤンバルクイナを守る会の時にだからそれでやっぱりあの避妊去勢もあの家猫がね、うん、山猫になっちゃったりとかするじゃないですか、うんうんうん、あの本当の山猫じゃなくて、うんうんうん、そんなのもやっぱそれくらいの、うんうん、飛んだりする力があるから、うん、もちろんヤンバルクイナもね野生化した猫だと、うん、かなりの高確率で捕獲されてしまったり、うんうんまあ、そういう取ってはいけないあの鳥たちもやられちゃうのでってことの注意があったので、うんうん、それくらいは多分いけるんだと思いますよ。およくサーカスとかでほら犬猫サーカスとかなんかがあって、はいはい、よくジャンプとかさせるじゃない猫とか、ねうんうんうん、犬は普通と思ってたんだけど猫も飛ぶんだね。猫はただ言うことを聞かないだけで、あーそうか身体能力はかなり あると思いますよ。だってあれだけ骨とかも筋肉も柔らかいから、うんあのいざという時の瞬発力は強いですよ、うんうんうん、だから犬と猫と喧嘩して、うん、やっぱ猫強いですよ。そうなんだ犬ね所詮犬は口ぐらいしか武器がないんですよ。あそうだね、だけど猫は、ね、そう猫は 4つの爪でしょ、うんうんうん、と歯でしょ、うんうん、そして俊敏さがあの犬はまあ所詮まあ地面、うんうんうん、平面じゃないですか、うんうんうん、言っても、うんうん、猫はそのまま上に全部バババババンってあそうだ、ね、飛ぶこと飛び上がるって、ね、飛び上がって飛び上がったとこからアタックがありますからねそうだね考えたらねそうあだからもう動物病院でも、うん、犬が逃げても結構捕獲まだできるんですよ、うんうんうん、でも猫が逃げたら、うん、だいたい1回は病院の中の機材が全部もう落ちるか何か大変な騒ぎになってそうなんだそうそれで体もすごい細いとこも入れちゃうから、うんうんうん、もう本当に捕獲が大変あそうだから猫の方がやっぱり能力的にはあるんじゃないかなと思いますよ。それを考えると猫ってじゃあ意外と強いんだね。強いけどね何かの役に立てばいいですけど ねあよくね女性を猫に例えますけどねそういう女性がまたねあのお好みの方もいらっしゃるのでですよね、まあ、それでいいとして、はいまあはい、一応前半はここで締めます。はい、はい、ではミュージックブレイカーさんで引き続きトークしていきます。チャンネルはそのままでミュージックスタート、はい。猫は本当自由気ままだから、うん、犬はどんなかな。犬ってやっぱり何かあの従うようになってるのかな。犬は従う、うん、犬はねあのやっぱり群れで行動する生き物だから、うん、だからちゃんとリーダーだって認めたら、うん、忠実に従っていくのね、うんうん、だけど猫は、うん、あの自分で獲物をゲットやっぱりできるんじゃないのかな、うん、ライオンみたいなそうもうなんか、うん、トラとか、うん、その辺とかと同じような感じで、うん、一匹でも生きていけるっていう感じ、ねうん、があるんじゃないでしょうかね、うん、か猫があんまり分け合ったりもしないしみんな我関節で多頭飼いしててもそうだね、ね、それぞれでしょ、うんうんうん、犬ってなんとなくなんか集合体を作ってるでしょ。千葉のベースのところに外人の犬を遊ばすところがある、うん、ドッグランのところがある、うんうん、やっぱ最初はみんな群れで来ないさ一匹ずつ連れてくるんだけどいつまでか集まって遊んでますよ、うんうん、あ本当、うん、なんか集まっていつまでか知らない犬同士がすごいある意味であやっぱり群れの性格だねっていうのはねえ、うん、そうそれとは違うのかな、ねね、どうしても、まあ、猫みたいな性格の女性が好きっていう人もいるのでね、まあ、犬みたいなのがね、うん、やっぱり好きっていう人もいるしね、うん、どっちがいいんだろうね、まあ、どっちもねどっちもどっち、うん、いいところもまあまあねそこの視聴者そうみたいな感じなんだけど、まあ、人は愛し合ってねそうそこには楽しい互いにそうでも本当、うん、犬と猫その中間っていないもんね。
はい、まあ、ペットとしてね、うんうん、買ってる中華的になるもん。何かマングス、いやーマングス今はだからフェレットとかだけど、フェレットもそんなに、フェレット飼ってる人たちにしてみればやっぱりすごい表情あるっていうけど、うん、飼ってましたよ。え、そうなんだ、うんうん、でもそこまでやっぱりないでしょ、犬と猫とかみたいな感じ。そこまでいかないけども、慣れると名前呼んだら来る。へ、うん、そうなんだ。近づいてくる、うん、私桜文鳥飼ってたの、うん、文鳥も結構面白くて、ピッてやるとちゃんとここにピッてくるし、そう、ちゃんとこっち止まって、そう、可愛かったけどね。やっぱり教え方とか、やっぱり下手から教えたらいいのかな、ねえ、うん、どんななんだろうね、うん、でも性格もあるからね。そうだね、うん、一個一個違うからね。そう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 、ね、もちろんあのハムスターでもね、慣れたらこう人の手から餌食べるっていうしね、うん、そうそうそう、ハムスターもね、いい子や、いい子でしょ、うん、私ネズミも飼ってたよ、ね、普通ネズミ、あのね、パンダマウスっていうけど、どう見ても20日ネズミに黒いブチがついただけなんだけどパンダマウス、名前だけ飼ってる、ね、そうそう、やっぱ大きさによって違うのかな、どんなだろう、どんなだろう、ちっちゃくてもね、お世話好きの子もいるし、うん、介助犬みたいなのもいるし、うん、はい、ここからは犬のこれ本当をテーマにトークしていきますね、はい、前半ちょっと猫の話だったんだね、はいはい、ではまずはじめに、犬は禁止で色盲だと聞きますが本当かな。ねえ、本当かしら ね、 ね、 だから調べたいとかいるから、だからこれどうやっていつも調べたのかなって思うんですけどね、色を見せて、色見せてやるのかな、それをどういう判定で、多分なんか神経かなんか調べたのかなと思うんですけどね、うんうんうん、もちろんね、うん、動体視力はすごいらしいんですけどね、そう、うん、ほんとフリスピーもね、さっき言ったけど、そうそう、やっぱ取れるしね、うん、でもあんだけ綺麗に正確にピタって、最初からフリスピー動いてるわけじゃないじゃないですか、うんうん、飼い主さんが持ってて、うん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 、でそれで飛んだ瞬間から察知するんですかね、スローで見えるとか、聞いた覚えが、そうなんですか、小回りで見えるとかって、動物は、へ、知らないっていう話を聞いたこと、私たちほら一線作をして一線こう描いて、うん、彼らはそれが切れて見えるっていう話を聞いたの、へー、何かで切れて、じゃあ次どこに行くかなっていう想像ができるのかな、こうやって、うん、ピッ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 ピってスローで見えるらしい、へーっていう話を聞きましたよ。だから目がすごいっていうのはそこにあるらしいですよ。モナさんの方が絶対そういう行動学みたいなのをよく知ってるはずよ。一応見ますかね、こういう本とかね。で、一応はまあ、視力的には 0.3 ぐらいかなって噂があって、ちょっとやっぱり目の前のものがぼやけてるとかね。老眼よ、いわゆる。人間でいうと。あ、そうなのかなみたいな。猫も犬も。あ、でも禁止って聞いたけど。うん。だからどっちかといえばそういう風に近いっていう話があって。これもうね、調べたことがないから分かりませんけどね。ね、どうやって調べるんだろうか。ね、やっぱりこう、字を見せて見えるかとかってやったんじゃないね、右とかね、左とか。上開いてるんですか右とか。それはないだろうけど。ね、まあ、次に犬の子の聴覚、はい、はい、聴覚、寝てる時でもね、こう耳が働いてるって聞いたことあるんですけど、うん、これそれは本当ですかね。寝てる時も一応動いたりしてますよね、うん、夢見てる時も、夢見てる時もね、うん、急にううとか言ってなんか泳ぎ始めたりね、そうそうそう、いろんな遊んでたりねしますよね。すごい音を聞く範囲も広いとかって聞きましたけど、範囲というのは周波数ってこと、周波数とかのどっから誰が来るって分かるとか、あ、方向とか、うん、うんうん、分かりますよね、そう、だからね、あの、ただ耳だけで聞くんじゃなくて、全身でやっぱその音の振動を聞いてるんじゃないかなと思いますよ。私ね、目見えない犬飼ってたの、うんうんうん、そしてね、お外で、あの、11歳から飼ったのね、その目見えない犬を飼ったわけ、老犬でマルチーズだったんだけど、でその子をあのお外で散歩っていうか、あの公園みたいなとこ行くでしょ、うん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 、そしたら真ん中に置いて、おいでおいでって私の方向ちゃんと来ましたよ。そして言わないで地面を少しトン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 と叩いたりとかして、ちょっと硬いところで叩いたりしても、やっぱそこに向かってちゃんと来てましたよ。だから単純な音だけではなくて、耳だけ、鼓膜だけで聞いてるんじゃなくての、骨電動っていうのは分かんないけど、もうあるのかなとか思ったりもしましたけどね。振動とか振動とか、うんうんうん、だからね、やっぱり人よりは、まあ、もちろん優れてるのは確かなんですけど、だからうちの子供たちもよく言うんですけどね、はい、うん、旦那が帰ってきたの時の吠え方、そう、長男が帰ってきたの違う、うん、次男が帰ってきた時の音が全然違う。そう、全然ね、やっぱりね、この違う癖を持ってるみたいで、うんうん、同じ車であっても誰が運転してくるかによってやっぱ違うじゃないですか、ブレーキのかけた方とか、うんうん、多分本人も知らない癖、うん、あるのかわからないけど、うん、やっぱその人その人によって
ちゃんと聞き分けてますよね。うんうん、だからね、うん、ずっと遠くからなのに。うん、だこういう時が、そうそうそう、誰が帰ってきたっていうじゃない。そう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 。すごいですよね。うん、だからね、結構白内障になってワンちゃん連れてくる方がいて、うんうん、やっぱ人間の感覚でね、うんうん、白内障になったから、うん、やっぱ目を手術したいとかおっしゃる方もいるんだけども、まあ新聞とかね読むわけでもないし、テレビ見るわけでもないので読むのがね、隠れてる時にもしかしたらねそうそうそう出して読んで綺麗に畳んでおいてるから、でもそういうわけじゃないから、このなんていうのかな、ものにぶつからない程度だったら、うんうんうん、日常生活はやっぱり聴覚ここら辺で、うん、やっぱちょっと声を言えば壁であれば跳ね返ってくるので、うんうんうん、私の目の見えない犬も結局最終的にはね、うん、あのお部屋の、ま、間取りというかそれ全部覚えてて、うん、物を 片付けないでどっかに放置してるとぶつかるけど、うんうん、そうじゃなかったら全部日常生活はあのちゃんと餌場に行ってご飯食べ、うんうん、ちゃんとトイレに行って用足し、うん、寝るときには私のとこ来るとか、うん、どっかにいるんだったらぶつからないで来てましたよ。だからそこまでやっぱり目は大切じゃないというか、まあ、全くうちのは全盲だったんだけど、うん、そうじゃない間は日常生活そんなに支障がないので、うん、あの大丈夫じゃないっていう感じでお話しするんですけどね。そうなんですね。あのテレビでね、いつだったかちょっと忘れたんですけど、うん、黒人の男の子、はい、若い子だった目が見えないんだけど、うんうんうん、その子とかで音を出しながらこう全部動くんですよ。でこの音を跳ね返る音で距離をなんていうの自分で選択して車を運転したりとかね、うんうんうん、びっくりびっくりだったよ。そう、視覚障害のこのね、うん、目見えない人たちはこの風の音で聞くって、うんうん、ビル風とかで、うんうん、でここのところあのこっちが曲がり角だなってそれ体で感じてわかるから、ね、雨の日とかは大変って言うけどね、うん、だから、ね、耳が聞こえるということはやっぱ相当大切なことみたいですよ、うんうんうん、結局この犬たちもそういう感覚で、そうそうそう、多分それでできてるんじゃないかなと思いますね。周波数みたいなものを出してて当たってこう跳ね返ってくるので距離感を見たりとかしてるのかなと思うんですけどね、うんうん、で次はこの収穫、もうさっきから言っても花、花、花、うん、花はよく嗅ぐ本当に、うんうんうん、だから、ね、泥棒を追いかけさせてもいるんだし、うん、そう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 、そして従順に聞くからね、うん、うん、このあの病気を嗅ぎ分けるっていうのをね、なんか最近あるみたいだけど、それあると思いますよ。やっぱり薬を使ってたりとか、うんうん、がんの人とかもあるし、やっぱ体の中代謝が、うんうん、あの糖尿とかだってね、ひどくなったケトンっていうのが出てきたり体からするから、うんうん、そういう匂いの成分とかいろんなのを嗅いで、うんうんうん、なんかその診断じゃないけどね、うんうんうん、そういうのをフォローしたりするっていうのを、うんうんうん、なんか使われてるみたいだけど、それはありだと思いますよ。うん、だから、うん、まあ、訓練をね、うん、この匂いが出てあったら吠えるとか、うん、吠えるっていうかね、ちょっと注意するとか、解除犬、うんうん、解除犬、解除犬とかがね、今ね、うん、まあいろいろ訓練させられてて、うん、やっぱりこのいろんなほら盲導犬もいるんだけど、聴導犬もいるんですけど、やっぱりその子たちのやっぱ性格があって、はい、やっぱり全部が全部慣れるってことはないっていう。ないですよ、ね、だから盲導犬すごくいい子だったんだけど、うん、ラブラドールで、うんうんうん、これ千葉にいた時ね、うん、もうとっても性格も良かったけど落第しちゃったの、うん、その子はもう何が問題だったのかわからないんだけど、うんうん、だから結構やっぱり厳しいですよね、うんうんうん、うん、ただ優しいだけでもダメだし、うんうん、なんか機転が効くとか効かないとかがあるのかなんかわかんないんだけども、うん、うんうんうん、これちょっと私も専門じゃないのでわからないんですけど ね、 ね、このいろんなね、まあ、お役に立っているっていう犬がいるんですけど、猫とは違って、うん、だからやっぱり匂いとかでもすごくね、こう匂いは本当に、ね、お薬のね、うん、薬とかもあるし、何を飲んでるのって分かってるとかね、あとはやっぱりね、空港とかの水際で、そうですね、麻薬とか、ね、麻薬とか、コケインとかそういうの、うん、まあ、一緒か、うん、鍵を開けたりとかね、そうですよね、豚もすごいらしいですよね、最近豚も使ってるってね、あ、空港内で、うんうんうん、あ、そうなんだ、どこの国だったかね、豚も使ってる、鳥フだったっけ、それ豚が取るでしょ、探してくるでしょ、うん、そうそう、だから豚も鼻がいいからってことで、この麻薬操作豚は目あんまり見えないんですよ、あ、そうなんだ、そうそうそう、だから鼻、はい、うん、だからね、予防注射で豚小屋の中入る時があるの、このたまにそしたら入ってきたの全部食べ物だと思われるらしく、食べられそうになった、あクン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 ってずっとやってそばに寄ってきて、何でも食べるのね豚ね、そう、雑食、うん、ねえ、本当にだからほらよくマフィアの映画とかで変な映画でさ、うん、人
人をね殺してから豚が投げとけば全部なくなるとかって、怖い。それだけ何でも食べるということで。でも何でもね食べるから、うん。ね、だからね、いろんな、まあ、動物のいい利用方法があるんですけど、なんか犬も猫も暑いのがダメっていう。暑いのは、うん。そうなんですか。てか普通に考えて、うん、彼ら温めて食べないので。まあそうだね、そういうのであれば。うん、そうそうそう。熱いスープを送るようなってはないしね。私たちもあの、やっぱ炊いて食べたりとかするのは人ぐらいなので、うんうん、動物は全部暑いのはあのダメだと思いますよ。あれはあのなんていう舌の感覚ってどんな感じですか。舌の感覚、あの感覚っていうのは甘いとかなんとかと。人間みたいに、うん、あのいろんなセンシティブな味を、うん、あの分けられることはないと思いますよ。私たちもやっぱトレーニングだし、うん、人もあのあれじゃないですか、小さい時から食べ慣れてるものをやっぱり、ね、なんていうのかな、美味しいと思うっていう感じはやっぱ違うでしょ、うん、アメリカ人がいいのと、うん、フランス人がいいのと、うん、もうインド人がいいのと韓国人がいいのって、うん、もう韓国なんかはね、うん、唐辛子の中で、インドなんかもやっぱその中で、うん、スパイスの中で味をやっぱり分けられるけど、私はもうスパイスダメなんですよ、うん、だから食べた瞬間からもう火吹いてダメなのね、全部の味が分からなくて、うん、だからやっぱその訓練があるけど、動物の場合はそこまでの訓練ではやっぱりないので、うん、うん、あのそんなにいろんな味を分かるわけではないはず、うんうんうん、でも味によってやっぱり食べてはいけないものとか、うーん、酸味の中にもやっぱダメだったり、うん、刺激のものがあったりしたらダメだったり、うん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 、そういうのをちゃんとかあの分けるようにはできてると思いますよ。そしてね、甘いのは好き、うん、そうなんだね、甘いのは、甘みっていうのはやっぱり私たち子供たちもやっぱり好きじゃないですか、うんうんうん、大人になって苦味が好きだったりするけど、うんうんうん、だからいろんなドッグフードとかでもハナマとかのやつで結構売れ行きがいいのは砂糖が結構入ってたり甘くされてたりとか、そしてどうしても食べない子たちには砂糖を入れて、まあ、カロリー取るのもあるけど、うんうん、やっぱそこの部分で美味しくというかね、うんうん、っていうのの、おなんていうのかな、工夫をしたりとかはしますよ、うんうん、一応は大きい味ぐらいは分かるんだけど細かいのは分からない、微妙なの、うん、分からないですよね、だから一生懸命このワンちゃんたちのフード味付けすることはしなくていいですね、うん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 、たまにね私もドッグフード変えたりするんですよ、うんうんうん、今回例えば、まあ、あのビーフだけとか、うんうんうん、今回ちょっと野菜入りとかで、今まで一番人気があったやつ、値段は安いのにポテトが入ってるやつが好きなんですよ、匂いですよ、でもそれ、ね、フードはね、あの味じゃなくて匂い、だから開けたては一番匂い強いでしょ、うんうんうん、だからそれはよく食べますよ、うんうん、で味はあまり基本的にまあ酸化してくるのか少し落ちるかもしれないけど、うん、そんなにまで変わらないと思うんですよ、うん、でも匂いはすぐ一番飛んでいくので、うん、匂いだから小分けになってるやつは一回一回フレッシュな匂いがするので、やっぱ収穫が一番の味、うん、もうあれなんだね、そうそうそう、強いんだね、だから猫でも犬でも鼻の匂いが嗅げなくなると食べないですよ、ああそうか、じゃあ、うん、鼻の病気したら終わりじゃない、そうそうそう、鼻水が出てきたり、うん、あの猫風邪とかでもなってくるともう食べない、うん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 、だから鼻で味をするというか、まあ人もそうですよね、鼻が分かんなくなってきたら味が分かんなくなっちゃいますよね、うん、いや 見た目とかじゃなくて、じゃあ鼻でこう合う味だ、そう合う匂いだったんだ、そう美味しかったんじゃないのかな、と、もしかしたらちょっと甘かったりとか、うんうんうん、塩分はねもともとそんなに多分取らないんじゃないかと思うんですよ、うんうんうん、自然界にあるフルーツとかでも甘みっていうのはあるけど塩っていうのはないでしょう、うん、そうだね、うん、魚でもそんな塩っぽくないもんね、そう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 、ダムの魚でもね、うんうん、だから多分甘みとかじゃないですか、うん、酸味はまたフルーツとかの中にも自然の中にあるけど、塩味ってそんな生でね、うん、なんかを獲物を取って、うん、そう、うんうん、だと思います。次のこれ何、うん、触る角ってなんて読むのか、触覚、うん、感覚、うん、どうなんですかね、なでこう撫でられていい気持ちになる部分と嫌な部分ってあるある、うん、まず猫のとかはもう顎の下、うん、喜ぶでしょ、うんうんうん、そして犬もね、まあ、この耳の後ろとかも喜ぶし、ただ犬とか頭上から手を置かれたりするのは嫌がる、鼻の上とか、うんうん、それはやっぱ上位だから、うんうん、私が上だぞっていう威嚇になってくるので、それは嫌がるので、うんうん、犬とかもやっぱ下から顎の下とか、そうそうそう、お腹のところを撫でてあげたり、うんうん、まあ犬は全体的にうわーってやると結構喜ぶじゃないですか、うんうん、でも嫌がるのはやっぱ足の裏とかパッとこの辺を掴んだりとか、うんうん、あと尻尾のところを掴んだりとかするとやっぱ嫌がりますよね、うんうん、
だから猫はね、猫はね、やっぱ猫も顎の下とか、うん、あとまあ頭のこの辺ね、眉間っていうのそこら辺やっても喜ぶし、うんうん、猫でおかしいのは、うん、尻尾のね、背中側の付け根のところ、うん、キュキュってやるでしょ、うん、こうやって爪とちょっと冷た手気味で、うん、こうやって撫でるというか、うん、比較というかするでしょ、うん、キュキュってやったら頭を下げてお尻をクキーって上げてくるの、気持ちいいのかな気持ちいいんじゃないかな、うーん面白いですよ。うん。うん、そう。やっぱりじゃあ触られて嫌なところってどこですか。やっぱり今みたいに。今みたいに。そうそう、尻尾とかも嫌だし、うん、猫とかもやっぱ尻尾嫌だし、足とか。足のこの裏。肉球とかをやっぱつかまれるのも嫌だし、うん、足とかをこうやって全体的につかまれたりするのももう動きが取れなくなるので、うんうんうん、どっちかっていうとやっぱ体幹、体胴体とか頭というかこの下からね触ってあげる方がいいんじゃないでしょうかね。うん。うん、そうなんですね。なんかね、この信じられないくらいもう長距離でこう移動してさ、うん、犬がよくほら自分のところに戻ってくるとかあるじゃないですか。あるある。引っ越して犬は置いてきたけども自分のところに行きたいよみたいな。前に何でしたっけ、あの映画マリリンに会いたいだったっけ。そう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 、あれ海を渡っていくんですよね、うん、そうですね、うん、それってどういうメカニズムが動いてるんでしょうかね。ねえ、あれどうなんでしょうね、よくわからないけどね、うん、本当にやっぱり自分のこう来た道を匂いして、あ来た道。でもマリリンとかあれよ、海渡ってたけど、まあ一応あっちにあれ本能がいるからじゃないのだからか、ね、目的地があるから分かんないけど、でも不思議だなと思うこといっぱいありますよね、うんうん、渡り鳥とかなんか見てもね、初めて行くところだろうにって、うんうん、やっぱ私は本当に神様が導いてんだろうなと思いますよ。そうだけど一番最初に行くときは神様の前に行くときは自分だけで探さなきゃいけないから、うん、っていうか本当に生まれた時からやっぱりどこにやっぱ守られるところ、やっぱ空を飛ぶ鳥を見なさい、うん、聖書にあるんだけど、本当に巻きもせず借り入れもしない、だけど神様が養ってくれるって。鳥たちは何かを学習したわけではないけど、あんな高いとこからやっぱり取って食べるじゃないですか、うん、餌を取って食べたり、そしてやっぱ北で生まれたのにその時期には南に来る、うん、鮭とかもね全部元のとこに帰る、うなぎとかもどこで生まれたかわからないけどって、やっぱそういうのっていうのはやっぱそこの中に不思議だけどやっぱ組み込まれた何かを察知する能力、うん、そこの中にあるんじゃないかなと思いますね、うんうん、なんか面白いですよね、うん、このなんか GPS みたいなのがなんかついてるんでしょうね、うん、そうね、だからね、なんかあの実施施設とかいろんなね、いろんな感覚地図施設とか、うん、なんか難しい複合情報施設とかね、そう、みんな説な仮説しかないんですよ、ね、だから本当にどうしてなのかっていうのはやっぱわからないけども、うん、ただでも本当にね戻ってくる時ありますよ、うん、ね、うん、いなくなってたと思ったら帰ってきた、そう、ね、もう何年か経って戻ってきましたっていうのがいますもんね、うん、でもたまに猫の時は同じ猫かどうかわからないなと思ったりする時もあるけど柄がみんな同じだから 猫ちょっと難しくないですかねえ、帰ってきたら柄が違ってたとか、ね、ていうか柄は同じ子が結構いるので、あうちの子って見分けどうなんだろうと思ったりもするけど、うん、犬は結構みんなね全部キャラクターとか、うん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 、まあ、毛並みとか結構違うじゃないですか、うんうんうん、同じ血統書付きでも猫ってやっぱ同じような柄の子結構いますよね、うんうんうん、ね、ちょっと難しい、ただほらたまたまやっぱり自分の子は自分の子ってわかるんじゃないかな、ね、あのこのそしてちゃんと寄ってくるのかなじゃないですかね、何ちゃんって呼んだら来るような気がする、何ちゃんって言ったらまあまあって呼んでるような気がする、ね、一番それがいいかもしれないんですけどで先ほどの話ちょっと戻すんですけど、この、はいはい、の動物の病気をか人間の病気を感知したりする、そう、まあ、それが発展して、うん、アニマルセラピーっていうのが、ねうんうんうん、効果を発揮してというんですが、はい、前先生も言ってませんでした、うん、私はそういう難しいことはやってセラピーまでじゃなくて、ね、行きたいなと思ったんだけどなかなかできなかったんですよ、やっぱそこまでトレーニングできなくてですね、うん、それちょっと難しかったんですけど、うんうん、先日ね私はある大学の准教授の、あの獣医の方とお会いして、うんうん、彼はね馬を使ってそのセラピーしてる、だから今度いつかまたね機会があったら、ね、ご一緒にまたいろんなのやりましょうってお話ししたんですけど、うんうん、そうそうそう、馬はね、うん、すごくね人を見るんですよ、うん、これは聞いたことありますね、私はすごくバカにされて、その方はちゃんと乗馬してて、馬術をやってたので、しっかりと調教できるけど、だから弱い人たちがいたら、うん、その人たちをちゃんと助けようと馬はしてくるのね、うん、まあ、犬の中でもやっぱそういう、うんうんうん、なんていうのかな、優しさというか、
他の犬も育てる子っているじゃないですか。まあ、ありますね。まあ、猫でもね、そういう性格持ってるのもいるんだけど、うんうん、だからそういう子たちを通して本当に自分より弱いなとか、あ、うん、ここを助けてあげられるなっていうのを感知する、うーん、なんかね、そういうのが備わってる子たちがいるので、うん、本当に病気の人だけではなく、最近はやっぱ自閉症の子供とか、あのいろんなね、ちょっといじめによって心がちょっと痛んでる子とか、うんうん、それが本当に動物を通すことによって、うんうんうん、結局動物だけといるだけでは絶対ダメなんですよ、うん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 、やっぱりある人たちは動物と一緒に生活することによって自分の心を慰められたっていうけども、うんうん、結局人間社会の中で生きれない人たちもいるんですね。だから動物セラピー、アニマルセラピーっていう時にはアニマルを通すけれども、うんうん、はあくまでも媒介であって、うんうん、やっぱ人が関わることによって、はいはいはい、そこでね、やっぱりなんていうのかな、日常生活だけではなく社会復帰できるような、うんうん、そこを目指していくようなものが必要なのかなと思いますね、うん、またそういうのが今からできてくるんじゃないかなと思いますよ、うんうん、だからね、この間いつだったかな、先月かな、このいろんな犬たちを処分してる話から、それをこうもらってきて、こうアニマルセラピー県に育てているところが学校があるんですよ、はいはい、中央農園から、うん、そこの子どもたちの活動もちょっと話したんですけど、あ、そうなんだ、うん、でその子たちが育てていって、こういうふうにセラピーできる犬にしているっていう活動を通してっていう話があったので、なんかこういうふうにちょっとずつ広がっているみたいなんです、うん、全国的に、うん、もう日本でもね、うん、でこういう協会もあって、またこの犬たちをこう殺してはかわいそうだから、うん、で殺さなくてもできるさということで、そういう人育てて、こういうふうにしてやっている団体も出てきてるんです。それが徐々に徐々に広がっていくんではないかな、これからもっていうことがあって。そうですね、殺すとかの前にね、うん、本当にやっぱりちゃんとケアしてコントロール、殺さなくてもいいようにしっかりと、うん、殺される犬たちは、うん、結局は誰かが飼ってたはずなんですよ、うん、だからそこがしっかりと人のね、やっぱ マナーというか道徳というかね、うんうん、それがまたしっかりしてくるように、うんうんうん、そこから始めないといけないかなと思いますよね、うんうん、命をやっぱ大切にする、うんうん、殺されそうになったところで大切にするんじゃなくて、うんうん、本当にもともともう自分のそばにいるんだったら、それを本当にかばっていくっていうことから始めていかないといけないかなと思いますよ、うんうん、一番はね、もし本当に飼えないと思うんだったら飼わない方が最初から、ね、一番そうがいいのかなと思うんですけど、ね、うんうんうん、そしてちゃんともうね、避妊去勢しとくんだったらやっといて、うん、もう本当にそれ以上自分たちね、もうできないけど、もう無限に増やす人がいるじゃないですか、うん、いますよね、うん、そうするとやっぱかわいそうなことになっていくのでね、うんうん、だからね、野良犬の、ね、野良猫が増えて、またこれ苦情が出てね、またこれが問題になって、そう、そしてそれを ね、これが大変だとか問題視してる人たちの方が悪く見られたりするけれども、うんうんうん、そうではなくて、やっぱ本当にその猫によって被害を受けてたり、うんうんうん、犬によって被害を受けてる方々いっぱいいるんですよね、うんうん、だから本当に殺処分されるような状況を作ってしまった、うんうん、その人なり社会なりっていうのがやっぱり難しいかなって、うんうん、でも最近は野良犬とか減ってきましたよね、だいぶ減りましたね、今こういう活動が増えてきて、またピックアップされてきたので ね、うん、そうですね、いろいろ話題になってきたので、気にする方も増えてるし、またうん、まあ、例えば捨てる前に、まあ、処分する前に誰かに里親になってもらえませんかって出す人たちも増えてはきてるんですよ、でもただそれはもう本当に氷山の一角で、まだまだいますよっていう話があって、うん、那覇市でもね、今度私もそれ参加するんですけど、ああ、そうなんですね、この避妊とか去勢とか、うん、あの公園とかに猫とかいっぱいいたりするじゃないですか、うん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 、それを捕獲して市の方が やるのかな、うん、でそれをやっぱりそういう避妊去勢していって、うんうん、徐々にそういうのを減らしていくっていう、うんうん、そういう働きというか、そういう、うん、事業もありますよ、うんうん、それがね、まあ、いい方に言えば、まあ、皆さん守るでもあるんですよ、清潔感も出てくるし、また、ね、そうそうそう、不潔感もなくなるっていうこと、やっぱりね、便の中にはたくさんの寄生虫や、もう、ね、おしっこの中にもいろんな、ね、ウイルスやいろんなものが入ってますからね、うんうん、だから単純にかわいそうなだけではやっぱダメなんですよね、うんうん、私たち人間の公衆衛生も今はもう世界からいろんな病気も入ってくるので、うん、そういうのもちゃんと見ていかないといけないと思います。かわいそうだけでは済まないんですよね、はい、公園で逃がしているとこれね、引っかかえてね、病気になったりとかね、うん、大変ね、この引っかき病とか大変ですよ、ですよね、うん、今はね、少し、まあ、前より薬とかが良くなってるからね、ある程度は、まあ、いいかな、でも昔だったら大変だったんですよね、でもそれでもね、うん、そういうのを考えるとやっぱり、まあ、私たち一人一人のモラルだね、そう、買うか買わないか、買うなら最後までと、う、うん、買わなかったも買うな、そう、もう見に行くだけにしろみたいな
たまに友達に行って遊んで、そうそう、それくらいで終わり。ペットショップで見てね、かわいいかわいいで終わるか。その方がいいですよ。うん、やっぱ責任をやっぱりね持たないといけないですね。うん、うん、本当ですよ。だからね、いろんなところでね、いろんなシーンで犬猫が一番近いペットなのでね、はい、どうしても手に入りやすいし飼いたいしっていうのがあるんですけどね。そうそうそう、うん、ただ一旦飼うとやっぱり15年ぐらいは生きるので、うん、そんな30何年とかは生きないですけど、15年って結構長いですよ。38年ね、すごいよね。38年は長いですよね、うん、だからそれだけの命をね見ていくっていうことをやっぱりしっかりと握って、今楽しいだけで、それじゃなくて15年経った時の自分の、あの体体調とかもね。そうよね、うん、60から犬で飼って大変ね。 15だったら75よ、75大丈夫かなみたいな、ね、そうそうそう、そういうのも考えながらね、うん、いかない。でまたね、あの思ったんですけど、例えばあの動物が亡くなった時に、はい、あの葬儀屋さんじゃないですけど、いるじゃないですか、犬の葬儀屋さん、うん、呼んで私見せたんです、子供たち、孫全部集めてみなさいと、ほほほ、あのこの亡くなった瞬間と、うん、こう据えていく瞬間、みんなで並ばして拝ませしてそうなんだ、うん、わざとね、そうした方があの命は尽きるよっていうのをこう見せるために。そうね、うん、本当にね、死んだ瞬間から全部ね、命がなくなった瞬間が変わりますよね、うんうん、腐るからね、急にびっくりしますよね。びっくりしますよ、今さっきまで息してたのに。そう、それが死んだ瞬間からも角膜、目の表面は乾き始めて、うんうん、一瞬で変わり始めるから、ね、本当に命ってすごいなと思いますよ。びっくりしますよ、ね、うん、なんかあのびっくりしたのと、えっていうのとか一緒になって、子供たちにちょっとあぜになってましたよね。そう、しかもそれが一瞬にして移り変わるじゃないですか、うんうん、死から、あ、生からね、死へってね、うん、だから見せるなっていう人もいますけど、私は見せた方がいいのかなって思いますね。見せていいと思いますよ、うん、うん、これも一つのね、そうすると命に対してちょっと責任を持とうとかなって子供たちも思うのかなと思ったね。そうですね、うん、だからそういうふうにしてね、こう葬儀屋さんも今あるので、ちゃんとそう、うん、今はね、前はね、あの県のねところに持ってって、保健所とか、そう、できたんだけど、お願いします。今できないんですよ。できないし、またこのちゃんとしたお墓ではないので、やっぱりちゃんとしたあのこの葬儀屋さん頼むと、ちゃんとしたお墓に入れてもらって、うんうん、人間みたいにみんなでこう、うん、あの箱のね、そうそう、やってくれるので、うんうん、その方が自分が行けなくてもやってくれるのかなって、ね、そこまではできなかったにしてもね、やっぱりちゃんと下処理をしないと、ど、ね、どこにもかしこにも捨てるわけにもいかないし、そうそう、ね、うん、それもね、本当ね、いろんなね、もう最悪なところもあるじゃないですか、その投げ捨ててるとかってね、うんうん、よくね、テレビに出てきますけどね、そういうのだけ避けてほしいですよ、ね、そうですね、モラルを持って、うん、はい、本当ですよ、犬猫、いろんな話が飛び交いましたけど、はい、はい、そろそろエンディングです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今日は白家フェローチャーチより獣医の横田玲子先生をお迎えして、犬猫それ本当をテーマにトークしましたね、はい、猫か犬はなかなか困らないそうですよ、はい、さて来週はケンさんをお迎えして、前半はアデラハウス音楽祭もあのお話しいただきます。後半はケンさんの生歌を2曲披露していただきます。楽しみにお待ちください。どんな歌なのか、私もね、たまにしかこう何かコンサート券しかあのお聞きしないのでね、うん、とてもいい内容なので皆さんにもご紹介したいなと思いました。はい、では来週お楽しみに。See you next week. 一緒に。せーの。バイバイ。ありがとうございました。きれい。お疲れ、お疲れ様。でも猫はおかしいよ、本当に。犬はお利口よね。どっちかではね。うん。